にちは。新日本の揚げポッドキャストの時間がやってまいりました。レイレイシャマルコでございます。広瀬和夫プロデュース、もっと新日本の揚げの落語会の宣伝のためにやっておりますこのポッドキャストでございますが、まずは私がレイレイシャマルコ、そして、師匠こしらの代理で来ました、かしめです。そして竜亭しがらきです。我々のプロデューサーがこちら、広瀬和夫です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。いやね、SNS の発達した昨今ではございますけれども、すごい切り出した、はい、すごいね、討論会みたいになってる、すごい社会学者みたいな、うん、なんか人の書き込みとか見てね、なんかムカッとかすることありますよね、はい、てかショックなことありましたよ僕。え、なんですか？ SNS の書き込みで。どうなんですか？いいですか、一個相談して。どうぞどうぞ。あの僕これ何回かこの新日本の揚げポッドキャスト参加させていただいてるじゃないですか、はい、はい、でいやもう正直僕はもう前座の頃からその新日本の揚げは勉強を伺ってますし、ずっと見てきてるし、ポッドキャストもずっと聞いてきてるんですよ。そりゃそうだし。で、まあ、1回だけね序盤に出していただきましたけど、その後ずっとではなくて、最近こうねこうお話できてすごく嬉しいわけですよ、はい、だから僕としても気合が入って、少しでも何かお役に立てれば一生懸命わっしゃべろわっ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 ってやって、初回か2回目か3回目ぐらいの時にポッドキャストポッドキャストのなんか感想かリプかなんかでついてたんですけど、あの、かしめさんちょっと喋りすぎだな見た見たでしょ、見た、新にこのかしめちゃんが出た時の感想のなんか X、 もうやっぱかしめちゃんがちょっと涙目にはなりましたちょっと喋りすぎてる、しまった俺めっちゃ笑ったわもうやっちまった、かしみちゃんが頑張ってるっていうのもまあ分かるから、分かるじゃないですか、ね、分かりますから、なんかこうね、痩せろって、痩せろって、痩せろって思って頑張れ頑張れって喋りすぎだなっていうのを思って心ない一言が悲しいことだとぐさっと刺さりますね、火をつけよういやいや、そんな喋りすぎなんてことないですよ、ないですよ、火をつけようってなりました、ちゃんとゲスト生きてるわけだから、いやでもやっぱりそう、やっぱその他の方もうまくこう立てて、いや、立ててます、ね、だから全然この中では多分いい働きって別に僕は言うことじゃないけど、とだと思うんだけど、うん、このね皆さんとか呼ばれてるってことはさ、広瀬先生だって私の知ってそうだし、ただ聞いてる人はおどっちが慰めたいのか慰めたいのかどっちかにしてくれよ、せめて逆にしてくれよ、後に出すなよ話を、なんで後味悪くして最初甘い味だったのに苦いの残って最後でもよく信楽さんもね、あの信楽村とかでも言ってるエピソードあるじゃないですか、書き込みで、私は何もないですずるず自分だけ、あ、そうだ、一回書かれたのは、うん、あのもう最近見てないんですけど、裏掲示板あるじゃん、悪口書く掲示板、あれで、あの竜亭しがらき生理的に嫌いってストレート、生理的に嫌いなのよ、もうネタとかじゃないのよ、新作固定関係ない、生理的に嫌いなんだから、そんなまっすぐ何が嫌なんだろう、顔かな、なんか性格が性格が嫌なやつそうとかね、嫌なやつそう、性格が悪そうとかね、悪口言っちゃうからやっぱりね、ザムイとか聞いたのかな、だからやっぱりそうみたいよ、生理的に無理は、うん、やっぱ大人になってなかなか言われないですから、生理的に嫌だ子供の頃はなんかね、よくなんか生理的に嫌だとか言われてたけど、え、大人の頃は子供の時、子供の頃言われむしろきつい、やべ、俺の暗い格好生理的に嫌だ、師匠に隠しとけって言われたら暗い格好見せて言われてたんだ、それで、それで、あんちゃって言われて子供の時言われてたの、1週間に1回ぐらいだよ、結構だよ、1週間に1回ぐらい生理的に嫌だ、きついよ、きついな、そんなきついのはちょっと、闇がちょっとない、闇が ありますよ、ありますよ、あの、マルコを2回寄せてみたら同じネタだった、あいつは持ちネタが少ないってうるせえよと思ってそんな2回ね、タイミングがね、うまく当たっちゃったっすよね、だってね、同じネタを当たるってことはありますよね、すごい持ってる人だって、そのね、だって10日間ネタ変えてるのに、たま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 同じネタ、あいつはネタ数が少ない、うせえなことやろ、いやだからそのそう経験が少なくても、うん、その1回だけのことで悪口をかけるのがそういう SNS の悪さですよ ね、まあまあまあ難しいとこですね、うん、まあ自由っちゃ自由なんで、そこを発信に関しては本当ね、あの心ない人いるなって、まあ、昔思ったのが、はい、あの昔ポッドキャストって結構あったんですよ、落語のポッドキャスト、はいはいはい、でそれね、あの皆さん芸人さんにちゃんとギャラ出して配信してたんですよ、はいはいはい、ね、このポッドキャストが始まるちょっと前ですよ、はいはいはい、でもう続かなくなっちゃって、はいはい、ポッドキャストなんて儲かんないから、はい、でスポンサーがどんどん撤退して、はい、まあ、結局今落語系ポッドキャストって
新日本の和芸ポッドキャストとかぐらいしかもうなくなってるわけです、はいはいはい、だけど、あの、まあ、とある企業がやってた落語を配信するポッドキャストで、はい、もう限界です、スポンサーもうこれ以上お金出してくれません、うん、つきましては、有料配信にしたいんですが、はいはいはい、っていうふうにしたんですよ、はいはいね、で最初やめないでやめないで、うん、もうちょっとやめます、やめないでやめないで、はい、やめないでって書き込みがすごいついて、はい、で、では有料にしてはいかがでしょうか、はい、月々いくらまでなら皆様納得できますかって書いたら、はい、二つ目の落語をお金を払ってまで聞きたくありませんって書き込みがブワーッてってなって、悲しい、おもろい、いや、そんなもんですよね。やめてほしくない人、全員とんのかよ。やめないでくださ、ね、ヤキさん、調子乗りやがって。ちょっと褒めたら。急になった。そんなひどい。ひどいよ。みんなバババババって手のひら返していったら、ね、もう悲しくて悲しい。だからこのポッドキャストだって、ひどいな、ポッドキャスト聞いてますっていつも言われるけど、有料だったら絶対聞かない。絶対ではないです。絶対ではないです。でも、ね、本当聞かないと思う。でもそれこそ本当全国で、ね、うん、聞いてる方がいらっしゃるわけじゃないですか。よく言われるね。ポッドキャスト聞いてます。すごい、うん。言われるけど、ただだからって。いやでもメンバーシップとかやってもいいんですか、その YouTube のメンバーシップとかも有料会議できるようになったら、そのちょっと裏話的な有料にしてもっとやばい話をする、もっとただでさえ結構踏み込んですけどね。そう、内容無料とは思えない時あるよ、結構踏み込んだ。そうそう、やばいやばいやばい、やばい。でも怒られることあるからね。ちゃんと影響力持ってますから、ね、怒られた、届いてる、怒られてる、怒られた、無料でやってるのに怒られてる、ちゃんと方面に届いてるから、やっぱああいうこと言うもんじゃないですよ。ちゃんと届いてるんです、だから俺結構影響力あるんで、このポッドキャスト、ね、気をつけないと、結構聞いてるんですね、結構聞いてます、やっぱ関係者、関係者かっこいい、関係者、関係者も業界内視聴率が高い、高いんで、やっぱ復活なこと言うと、あとだからその配信、これをね、ポッドキャストを配信するときに、あのタイトルをね、はい、下手にタイトルつけると下手な人がたまたま聞いてしまう、タイトル本当危ないんで、あれ、ね、僕の名前が出てくるとやっぱ危険な、一気に危険度増すんで、検索引っかかっちゃうし、やっぱりその一問関係ない人にしてもらいたい、今危ない、もう怖い怖い、エゴサーチしてますから、そうです、芸人は、ね、引っかかっちゃいますからね、特に熱心にエゴサーチしてる、ね、人いるじゃないですか、もうちょっとそしていきなり噛みつくという、ちょっと思いつかないですけど、思いつかないですけどね、ただ僕のことかもしれないですね、僕エゴサーチ、いやいや、しがらきさんのことで、ね、私はしてます、私はしてます、多分相当やってる、エゴサーチっていうか聞いてる人いるんでしょうね、自分エゴサーチしてる人は、つまりそのあこの人やってるっていうイメージある人もいるけど、はい、この人やってないだろうっていう人もやってる可能性はあるな、エゴサーチって癖になりますもんね、やっぱりね、そうそう、僕一日1回は絶対しますよ、エゴサーチ絶対します、3パターン、立川かしめ、かしめさん、かしめくんで、すごいな、ちょっとかしめってやると一気にそのなんかその工具系が、ね、出てくる、本当のかしめの、だから立川かしめにしないとね、そう、立川かしめにしないとランケーブルかしめたやつがいっぱい出てくるんで、なんか信楽さんも多分そうね、信楽はもう全然ダメなのよ、ね、結構いろいろ信楽あるもんね、多分普通に人名もあるし、地名があるし、焼き物があるから相当きついですよね、そうだから信楽さんであるけど、信楽さんはなんかアニメで結構なんか有名なキャラクターがあるらしくて、信楽さんいるんだ、そう、すっごい人気のキャラクターの、信楽さんと付き合いたいとか、男の子、かっこいい、おじさんなんで、イケオジなんだって、あ、イケオジなんだ、キャラクターとか、じゃあ被るじゃん、そうなんですよ、いや、なんか俺すげえ愛されてるなみたいな、かなりこの女性ファンが多い、急に女性ファン来たじゃんみたいな、そう、でもよくよく見てるとそのアニメのキャラクター、アニメが、ほんとイケオジですね、なんかね、調べてる、ちょっとロマンスグレーのね、なんかちょっと、イケオジでしたな、コラボしたいんだよ。だからマルコは他ないじゃないですか、だからマルコですぐ出てくるんですよね、確かにね、うん、あ、使えばそうですね、だけどミーマだと野球選手のミマ選手が引っ張る、たまにミマがトレンド入りしたりするんで、おお、ミマトレンド入りした、何したんだ、ピッチャーのミマ選手が活躍しましたみたいな、あ、なんだ、あとわさびだとあのドラえもんの声優の水田わさびさんがヒットするんですよね、そうだそうだ、だそこもちょっと難しいですよね、やっぱ人によってはやっぱりなかなかエゴサしづらい環境もありえますけど、そういえばその対馬でラジオ始めたじゃないですか、はい、はいはいはい、あれとか反響どうなんですかね、マルコさんのやつとか反響、なんか東京の人とか、だから今までの私を聞いてくれてるファンの人が聞いてくれてる、そうだよね、で、対馬からの反応は今のところないです、ね、あのだから、こっちでも聞けるアプリがね、はい、あって僕も入れて、はい、
で一回聞いたの自分のね、はい、あいい感じだなと思って いい感じだったんですね。いい感じだった。でそれをやっぱりエゴサーチしたら、あと大体信楽村の村民な人がすごい村民が聞いてる。やっぱりあ知ってるこの人は村民だ。同じ村民が、うん、同じ村民がラジオやってるらしい。村民っていうかこちらファンですよね。まあ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 、ね、いやこちら市長がね、あの、はい、FM 通信を掛け合ってくれて、あれもすごい、はい、我々の番組を作ってくれたんです。そうそう、落語家があんだけ出てるラジオ、多分広瀬さんのこの音楽業界の裏話とか、裏話ね、話も、私の朗読番組とか、はい、私もやってますし、ね、なんか小白さんにだからね、あの音源をこう送って、はいはいはい、いやなんかいい感じになってますねって、オープニングもエンディングもって言ったら、はい、局内でも話題の番組ですって書いてある。まあどこまで本気で言ってるかみたいな。本気で、うちの人は常に本気でした。嘘つかないですよ、いやいや、うちの人は。決して即反応するだけ早いんで、うちの師匠は局内で2人か3人しかいないでも話題になってますから、でも話題になってますから、それはあの広瀬さんですかっていうね、え、バーのっつって、でもなんかエグゼクティブはやっぱ面白くて、僕だ自分の前後とかも含めてたまに聞くんですけど、なんか本当に海外の方がすっごいなんかまったりやってる番組とかあって、どこだっけ、ちょっと僕国名まで忘れてたんですけど、どっかエクアドルかなんかの出身の方が、その現地の音楽をバックに、でもこれもなんかちょっと音質悪いんですよ、なんかその BGM もちょっと音質悪い中でドゥルルルルルって流れてる中で、その BGM に乗った感じじゃなくて、 BGM がスッて小さくなって、明らかになんかスマホかなっていう音質で、皆さんこんにちは、ドゥルル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 、今日もお付き合いよろしくお願いします、ドゥルルルルみたいな、この絶妙なテンポ感で、ね、ずっと続く番組だと俺だから聞いちゃってた。何喋ってるの？でも日常のこととか、エクアドルの話と現地のことを話すこともありますし、日常に感じたこととかを話すこともあったりとか、まあ、序盤のなんか自己紹介で5分ぐらいかかるんだよな、テンポあるしね、ね、FM 対馬の開局した頃に、はい、その小白さんと一緒になんか喋ったでしょ。ああ、そうです、あの、なんで入ったんですかっていう、あの番組なんで入ったんですかっていう、まあ、ショーがやってる番組でお話をさせていただいて、まあ、いわゆるなんかその落語家に関わらずみたいなんですけど、なんでその、ちょっと特殊な業界に入ったかっていうのを師匠が掘り下げてくれるっていう番組を、なんかやってるなと思いながら寝ちゃったんで、はいはい、内容は聞いてないんだけど、悲しい話だったな、なんかやってるなと聞きたくなかった、いやいや寝ちゃったんで、あでも本当になんかあの師匠が掘り下げてくださる、うん、フリーランスの人にインタビューするっていう、はい、4月いっぱい多分僕の番なんで、ギリギリまだ多分あると思う。じゃあ今度ちゃんと聞きます。ぜひぜひぜひ。あれだからそのアプリで聞けるけどアーカイブがないからね。はい、そうなんですね。リアルタイムじゃないといけない。そうなんで、そのアーカイブの公開に関しては比較的多分いろいろあの、まあ、相談すればみたいなことになってるんで、それぞれ多分使えるから。じゃあ広瀬さんをあのドライブに招待すれば。ああ、そうですね。そこには、はい、いわゆるその、まあ、我々が共有しているファイルを共有しているところがあるんですけど、そこにはその全部あるので、あなるほど、全員の音源聞けるんですよ。まあ、聞こうと思えば聞けます。でなんかだからそのリアルタイムだとね、僕の番組って日曜日の午後2時からと午後9時からだから、はい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 、ちょうど聞けないよね、やっぱりその時間帯ね、まあ、で2時から無理だから9時から聞けるなって、はい、この間ね、あの、こしらこちらくの会があってさ、はいはいはい、でその会が、6時半開演だから、はいはいはい、8時半に終われば、はいね、でそれでじゃ9時からの聞けるなと思って、はい、で帰り聞きながら帰れるなと思って、うん、イヤホン持参でね、はいはいはい、ちょうどですね、そしたらもうあの小白さんの2席目が始まったのが8時55分大押ししてる、全然無理、お3時間ぐらいやってたんですか。で、その後明けガラスをやって、はい、9時28分ぐらいに終わっただから慌ててこう聞いたらもう終わってた、スーパー大ボリューム長くなるの想定して6時半スタートってことだから、ね、6時半から9時半ばらしぐらいの、らトークも盛り上がったけど、トークはね、やっぱりこちらくさんがほら、あの、なんだっけ、最近、X できないんですか、ああ、ね、X 凍結してましたね、たら凍結、凍結、凍結兄さんって言われてた、凍結兄さん、その話題でなんかトークがすごく長くなって、そうね、なんかいろいろ教えたりとかしたっていう、そう、先に言ってくれみたいなのを聞きましたけど、そう、先に言ってくれ、そう、なんかレクチャーをしたらしいですよ、すごいよね、こちらくさんに対するあの、こしらの、その、ツッコミ方、すごいよね、と思って、あそうですね、そうなんですね、面白い。
こちらくさんにあそこまでああいう突っ込み方できる人ってなかなかいないんじゃないですか。確かに意外といないですね。関係者的にはなんか相性いいなっていう感じ。仲いいイメージある。仲いいイメージありますよね。やっぱこちらくさんからのリスペクトもちょっときっと感じる。めっちゃね、そう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 、したって。そうだよ、水広でね、こうゲストで。そうよ、すごいね。の関係もありますから。ゲストでね、小白師匠が清弘って見たことない表情しましたけどね、清弘を勉強いた時の師匠がなんか信じられないぐらい本当借りてきた猫とはこのことかっていうのを静かに師匠が静かに座ってて清弘の楽屋。そうみんなでも どこ座ってました。あれはそう、僕もだからそのあれどこ座っていいかとか分かんない。多分勧められたままに座ってると思うんで、入り口あって、あの講座あって、その動線の間ぐらいのところです。あ、はいはい。いやだから僕ね、その新宿末広亭に出たわけですよ、はい、あの余市会で、はい、あのカロクさんの会の、ね、はい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 、トークゲストで、はいはい、でその時にほらあの楽屋にね、であの前々回ぐらいに話があったけど、テレビ局って入りがって話あるじゃない、はい、大体どのテレビ局ももちろんそうなんだけど、大体その楽屋入りって早ければ早いほどいいわけですよ。まあ問題はないですもんね。だけど寄せってそうじゃないでしょ多分と思って、はい、ね、あんまり早く行っても居場所ないだろうし、まあ、気使わせちゃうみたいな。で、カロク師匠にねからのメールでね、良き時間においでください。めちゃむずセンス問われてる。良き時間って一番怖いね。で早すぎると居場所ないだろうし、まずその、 あの楽屋の作りもよく分かってないから、鈴本に関しては一度、はいはいはい、あのダーッと紹介されたことがあって、はいはいはい、ここがこうなってこうなって、なるほど、広いし、はい、で末広はあの入ったところの、 その火鉢があるところ、はいはいはい、でそこがいかに大変かってことをマルコさんの配信で知ったんで、はいはいはい、配信とかね、はいはい、で聞いたんで、どうしたらいいんだろうと思って、あ、これはもうそうだ、この末広亭を熟知している人に聞けばいいんだと思って、はいはい、マルコさんに聞いた。そうですね、何時ぐらいに入ればいい、番組こうで、まあ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 、どこに入ればいいかって、だいたいこの師匠の出番ぐらいに入って、はい、ですぐに2階に行きなさい。おお、すごい。あのその後あのトークになってたんで、はい、でカロク師匠が一席目終わって降りてきて、はい、で2本ぐらいやって、でその後まあトークっていう流れだったんで、はい、だからトークに広瀬さんがいればいいわけですよ。そうですね。だけどカロク師匠の紹介だから、カロク師匠がいないとちょっと居心地悪いです。そうそう、確かに確かに。だからカロク師匠が一席目降りてきたぐらいに、うん、なるほど、行けば、で、すいません打ち合わせを上でみたいな感じで、自然な形でこう2階に上がれば素晴らしい、あの変な感じにならず2階に逃げるというか素晴らしい、はいはい、あれでした。だから完璧な、そうだから、あのでその番組出たね、権太郎師匠とか市場師匠とか小三師匠みんな知ってる、知ってるんで、一応だから別に僕も初めて会うわけじゃないからとは言いつつも、はいはいはい、どういうそのそれこそ距離感で、まあちょっと難しいですね、言えばいいのかってね、はい、だからそれで2階に、そうか、じゃあ軽くさん後であの2階で打ち合わせしましょうって、あっつってこうやって2階行って、で小菊先生が一人でいて、はいはい、あ、どうもって言われて、あで、どの程度自己紹介した方がいいのかあんま考えないで、なんか知ってる感じだったから、あ、小菊先生ね、いけそうだなって、はい、ね、で小菊先生が今日暑いわよねって言って、じゃあエアコンちょっと効いてんのかしらって言って、はい、そうですね、暑いですねって言って楽屋っぽいやつ、そうそう、そしたらカロクさんが上がってきたんで、よかったって、よかった、もう大丈夫、うん、いやそうですね、僕もだからそれこそ立川流なんで、やっぱり寄席の楽屋の立ち居振る舞いとかってやっぱり分かんないですから。そうよね、特にね、若手の状態で、例えばね、それこそお披露目とかで勉強行った時とかにどうしてるのが一番いいのかさっぱり分からないんで、とにかくもう気配を消してほしい。それ小白流だよね、気配を消すってやっぱりそのマルコさんはね、あの的確なアドバイスをくれると思いますよ。そういや本当に教えてほしいです。だからたまにだから本当に多分僕のご挨拶とか一応しますけど、基本的にはでも明らかになんかバタバタしてるみたいなとか行きづらいんで、わ、どうしたらいいんだろうとか思ってると、おい手伝ってって言われて、あ、なんか知らないままこう手伝って何してんのみたいな感じでダメダメダメ勝手にやらないでみたいな、あ、すいませんすいません、もう分かんない分かんない。え、それ寄せじゃないの、お披露目の時は。広め行くとねバタバタってなってるんで、ま、ね、これちょっと持ってってみたいな、箱物運んだりとか、だから、ね、じゃあ僕行きますかだったら、何して何してありがたいよ、いや、役割をもらえるのはね。僕も何ならそっちの方が何ならもう使ってほしいっていう、そのボーッと立てるのが気まずいじゃん、周りが働いてる。とにかくあの反転を置きたいって言ったら、反転機も何とかごまかす反転もらえねえかな。広めの時はあの2つ目がこう手伝いに来てくれるわけですよ、ね、
どれぐらい二つ目が手伝いに来てくれるかで人望が分かるんです。あ、立て替わりも行っていいじゃん。立て替わりも行っていいんですか。もう基本的には場所にもありますけど、まあ、まあいいとは思うんですけど、あの寄席はやっぱりこう荷物が多かったり、そうなんかすごいです人もなんかあの後ろ幕畳んだりとか、はい、そういう仕事があるんで、うん、だから2つ目の手伝い、あと工場でいっぱい並ぶから、うん、その前座さんだけじゃ着物畳むの間に合わないんで、はい、だからいっぱい手伝いに来てくれた方がありがたいです。なるほどね。ただやっぱその例えば五一門の2つ目の方とか、まあ、より同じ教会の方もたくさんいらっしゃってるんで、そういう出る幕はないんですよ基本的には、ね、あっても困りますし。で立川流の中の白く一門の中の小白一門だからね、もういいじゃないですか。もう誰も知らないと思っていい。あ、僕はもう悪評は立ってるかもしれない。可能性ゼロです。そんなもんない。あれかゼロじゃないです。小白の弟子誰かみたいな。でもとにかく大きな声で挨拶するようにします。柏でございます、よろしくお願いします。人気もバカ意外にいいやつやんっていう。バカでいいやって思っちゃう。明るくはあるな状態ではいってます。私は失敗したなと思ったのが、はい、あの2つ目みんな声かけて、はい、でこの日はこう打ち上げ行くからみたいなことまで情報出してたんです。はいはいはい、ね、したら浅草の高い焼肉行く日だけめちゃくちゃ2つ目が来てとんでもない金額になりました。今も今喋ってる時に眉間にすごいしわが焼肉高かったんだろうなと思ってこの日は焼肉行くからとか。それ言わなきゃ。来ます、それ言ったら来ますよ。焼肉に合わせて焼肉って言われて焼肉原始人のように肉をむさぼり食って帰りましたよ。それこそ何時ぐらいに切りたら焼肉食える一番短く焼肉食うとか言ったらいいな。いやいや、手伝い手伝い勝たない着物、焼肉だけ行きたいって。鳥の前はさすがにいいか、もうちょっとだからいいか。焼肉で待ってるやついたいと思う。待ってます待ってます待ってます。その日は師匠も来るからやっぱりちゃんと高いとこ行かなきゃと思って抑えてたんですよ。いいとこに行ったんですね、貸し切りで。でもコロナの頃はね、だから新内昇進してもそういうあれがなかったわけでしょ、はい、そうですね、打ち上げ文化はそこでなくなりましたね。でも今はもうあるんですよ、また今復活しましたけど、ね、もうなんかこう打ち上げしようみたいな雰囲気あんまないですよね。あ、なくなったんですね。うん、でもやっぱ基本的にやっぱ1回は、まあ、そういうね、まあ、そういう広めは絶対のイメージなんですけど、なんかね、今の広めはどうなんですかね、ちょっと分かんないですけど。あ、芸協はどうなんですか。あ、芸協はこれから5月、あ、まあ、ね、この配信の最中やってるか、ね、はい、もう一応あると思います。はい、ね、まあ、毎日あれ毎日あるもんなんですか。あ、一蔵小演師、選挙は毎日やってたみたいですね。毎日、うん、あ、じゃあ交代交代でみたいな感じなんですか、ね、そうですね。彼らは毎日あの時は 3人なんだっけ、3人だけ だ, 人、ね、だ, けだったんですっけ、ええ、5人のうちの1人とかマルクさんみたいになって。なんで余計なこと言うの。これもちょいちょい出ますけど5人のうちの1人じゃなくて3人、うん、僕でワンジョアニさんのこの間の広めはお手伝い行きまして、どうでした。いや、すごい盛り上がって、まあ、盛り上がで物販がすごいんで物販をやってあの買ってきて、いかがですかいい、ね、みたいな。いいですね、今日ですね。結構やってさ、俺そうだ、ね、あれ、やばい、なんかあ、なんか結構やってで、ね、すき焼きだったの、打ち上げが。あ、すごい、いいじゃん、いいじゃん。俺行けなかったら後があって、まあ、最悪じゃん、じゃんだ、ほんと手伝うだけ手伝って、働き損じゃん。言っていいんだけど残念だった。すき焼きって聞くとやだよね。いい日だったなぁと思って、もったいない。ワンジュアニが連れてきたら多分いいとこだ、いいとこだったらしいの。そういうとこ妥協しなさそう。あ、じゃあ米宮じゃないですか。あ、もう分かるんですか。そうと言えばなんだ、浅草ですき焼きといえば米宮、やっぱいいとこです。園芸坊が一番近くて、うん、高い。うわぁ、やったね、もったいない。お客さん来るとあの和太鼓をどんどん和太鼓鳴らすんですよ。で、あの我々寄席芸人ってオードどんどんってなると、あ、講座切れたって思って、うん、あの、お互いしいるかなみたいな、大丈夫みたいな、一瞬講座の方を見る癖がある。反応しちゃうタイプに。あの、飯食ってたらどんどんって聞かれたら、みんなね、入り口見たいな感謝しちゃう。確かに、確かに。これに拍手なんてあろうもんだろ。やばい。あれ、講座返しって思った。で、反射で背ついた。落ち着かない。そうか、じゃあ今打ち上げはとりあえずあるようになったんですね。やってはいると思います。うん、まあ、うん、よかったですね。やっぱり徐々に戻る、まあ、広めはね、もちろん手伝いとかも来るんで大変ですよ、ね、るんですけど、でもね、普通の寄席で、普通のはどうなんですか今。普通の寄席はだから初日と中打ち上げをね、なんかなんとなくしなくなってますね。で、なんか楽日にちょっとカツサンド出したりとか。ああ、なるほど、中で食べれるものを、なんかそんな感じになりつつありますね。ああ、なるほどね。徐々に文化変わってます。まあ、私の取り取ってももう先輩に残ってくれなんて
言わないし、でやりますって言ってもあいいよって帰っちゃうんで、だからまあ楽日にお弁当出して、あと何人かで飲みに行くぐらいの感じしてますね。あ、じゃあ昔はあれですか、鳥の師匠はその先輩とかいても飲み行こうよみたいな、そのよかったらって先に言ってみんな残ってるみたいな時はあったってことですか、ね、時代によっては。いやだから多分当たり前と思って残ってるパターンすらあるっていう、その先輩がいたら。そうですね、だから演歌バフ、菊王、この辺りが取り取るともうみんなで行きましょう。あ、全員残っててみたいな。先輩だろう。ね、あと遠藤師匠とかもそうでしたね。で、マルコさんが鳥の時はどうなんですか。あのコロナ前になってますよね、新人。私2017年なんで、ね、だから普通に打ち上げやってましたよ。それはだからどういうふうな声かけをするんですか。毎日やってたんですか。毎回やってたんで、だから毎回全員にあのどこに行くんで、もしよかったらいらっしゃいますかっていうふうにあの番頭さんに聞いてもらって。あ、大変ですね。めちゃくちゃ大変だな。広めだけじゃなくて普通に鳥も取ったじゃないですか、はい、その後、はい、そういう時はどうなんですか。そういう時も、そういう時もその広めの時もやっぱり先輩あんま来ないんですよね。あのお金使いしちゃ悪いから。そうかそうか、分かってるから。なるほど、確かに。いいえっつって。確かにそりゃそうだ。だから本当に飲みたいなっていう人にはちょっともう本当お願いして、ちょっとすいません残っていただけますかっつって。あ、うん、これ聞いてて本当に飲みたい人かどうかが分かっちゃいますよね。確かに。大丈夫ですか。いやいや、俺は考えてないわねえけどなみたいな。本当に飲みたい相手じゃなかったんだ。いやいや、嫌な取り方。いやいやいや、関係性がとかいうこと。アンケやっぱり俺とは飲みたくなかったんだけど。いやいやいや、そんなロートルが出てきちゃった。来ないんだみんな。誘ってほしかったのにな。あんま残らないですよね。でも確かにそういうもんなんですね、うん、こちらかにさんなんかもやっぱ好きだから。こちらかにさん好きなんだよね、うん、皆さんが声上げするけど、あ、まあ本当に1日2日ぐらいだったような気がする。まあ、気を使う部分もあるんですかね、うん、そこはね、まあ、特に先輩とかだと疲れちゃうよ。かしめくんは、ね、はい、立川流だからさ、はい、真打ちになっても、はい、広めってそんなね10日間とかない。まあまあそうですけど、定石はないですから ね、どうすんの。じゃあ定石じゃないところで10日間やったりすればいい。え、やるの。わかんないですよ、そんなわかんないけどね。すごい、多分言ったらやることない。自分で言ったらやることない。お前言ってたよなってこちらさんに言われるか。お前聞いたぞ、お前随分と調子がいいな、お前みたいな。10日間大変よ。でもやっぱ10日って大変だろうなって。10日どこじゃないじゃないですか。それこそまあ、ね、人数にもよるでしょうけどね。高津もいるし。だからマルコさんみたいにね、5人のうちの1人だったらね。いつかで済むわけ。何回も言わなくていいでしょ。前10って言ってたから。前の細木田10パって言ってたから。随分今半分まで来た。5話って訂正してる。5話そうだから、まあ、そういう意味ではやっぱすごいなと思いますね。まあ、尊敬しますしかっこいいなと思いますけど、まあ、縦からだとやっぱ大きいところでドンって一発でやることが多いですよね。お披露目にドンって朝日ホールとか。朝日ホールです。ねえ、男子の師匠に来ていただいて。いやすごいね、緊張してご飯食えないですもん。じゃあせめて白品か。ああ、白米きっしょりやってましたし ね、そのまたあれも難しいですけど ね、なんかはやりたいなと思いますけど。わかりました。なんとか今会議を探していると思います。一応じゃあ 何年何月にっていう目標はできてですね。まあそう、すぐ頑張りたいなと思ってますね。はっきりしたこと言わないね。全然。あのやっぱうちの政治家みたい。言ったら決まるの。そう。知ってんの。聞いた感な。そう。聞いた感な。それやっぱうちの師匠。言ったらやる。じゃあぼかしときます。ぼかしたほうがいい。やらないなら言わない。完全な決意してからです。じゃあ果たしてね、来年かしめくんが新人になるのかどうかね。新人が2月。そうなんだ。期待しております。お願いします。よろしくお願いします。では来週、新日本のもっと新日本のアンド。スピンオフの落語会の詳細、次回の詳細を発表いたします。新日本の話芸ポッドキャスト。